行けー叫びたくなります。皆さんこんにちは、杉山です。よろしくお願いします。お願いします。さあ、そして藤本美貴さんなんですが、本日の朝ですね、新型コロナウイルス濃厚接触者と認定をされたためリモートでのご出演となりました。藤本さんもどうぞよろしくお願いいたします。はい、本日はですね、急にちょっと濃厚接触者になってしまって、急遽こういう形で、参加させていただきますが、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ミキティ、僕の声聞こえてますか？聞こえてますよ。こちらはミキティが200インチぐらいのでかい画面で映ってますよ。ちょっと今日ね、お会いできず残念ですが、むちゃくちゃ寂しいですけど。そうですよね、会場すごい広そうですね。はい、さっき辻から辻に LINE したでしょ。来ました。よろしくと、はい、ちょっと申し訳ないと。全然全然、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大人と子供で感染症にかかりやすいのはどっち？という問題です。大人の方が、いろいろと移動もするじゃないですか。で、こういろんな人に会うなっていうところを踏まえるとかかりやすいのかなと思いました。なるほどなるほど。子供が分かれました。はい、基本的には子供の方が免疫が弱いので感染しやすい、風邪にひきやすいと言えると思います。第2問は、今年の冬、子どもの感染症対策のためにうがいと手洗いに加えて大切なことは何でしょうか、ということで、体自体を強くする、ストレスをためない。ああ、大丈夫。なるほど。藤本さんはストレスをためないという話でした、はい、お二人ともなんかしっかりと考えて生活されてらっしゃるなという印象を非常に受けますけれども、しっかり考えてますよ。バカみたいに考えてます。そんなのもんね。どうしてですか。はい、ありがとうございます。まあ、杉浦さんも藤本さんも満点ですね。もうすごく正解です。ワールドカップですごく運動してますね、はい、あの人たちは、あと何日かは免疫が戻る、その回復させる必要があるんですけど、ミキティ、庄司さんと僕の筋トレ結構免疫下がるんですよ。私は結構それもう気づいてました。気づいてんの。はい、マッチョ風邪ひきがちっていうのは気づいてました。マッチョ風邪ひきがちね。そうそうそう、やっぱり筋肉直すのにね、いろいろと使われてるんじゃないかなってずっと思ってたんですよ。なるほど、実はずっと思ってたんだ。なるほど。そう、そうか。でも有酸素あんなにマッチョなのにって、有酸素やると筋肉落ちちゃうんだよ。そうなんだよね。バランスですね。バランスが大事ですね。うん、あ、そっか、すごく共有できるでしょ。はい、ありがとうございます。はい、まずは、はい、今日はですね、本当に残念ながらこういうリモートという形で参加させていただきましたけれども、本当に日々の日常の生活が免疫ケアにとって本当に大事なんだなということも分かりましたし、まあ、あとは食事、睡眠、運動って、まあ、自分たちができることを、まあ、日々続けながら、あとはそうですね、補助的な意味でもプラズマ乳酸菌とかね、本当にいろんなところに取り入れやすいものもたくさんあったりするので、ちょっと取り入れていきたいなと思いました。今日はありがとうございました。そうですね、ミキリとはちょっとリモートになっちゃいましたけど、結果、会場はミキティが一番目立ってます。でもこうやってリモートでもできるんだなっていうのちょっとね、経験がありましたけども。当たり前のことを当たり前に頑張っていくと、それが感染症対策になって、免疫ケアになるんだなっていうのが、改めて勉強になりましたので、はい、家族でぜひ免疫ケアを実践していきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、本日のスペシャルゲストは、藤本美貴さん、杉浦太陽さん、また専門家としてご参加いただきました、吉田先生、大地先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。呼びたくなる。ちょうどうちの
のマネージャーもさ、あはは、昨日から濃厚接触になって子供がコロナになって、あみんなやっぱ学校とかで回ってくんだよね。そうですね、本当に、なんかだから徐々に本当に増えてきてるんだなっていう実感はありますね。ねえ、こうやって身近にいるとやっぱ実感するわ、うん、はいはい、じゃあ、ミキまた、ありがとうございます、はい、お大事に、ありがとうございます、ありがとうございます、また、はい、ありがとうございました。